赤サボね、オッケーオッケー。これね、もう先にメラメラモンになる前に決着つけちゃいます。オッケーオッケー、決着つけちゃいます。スモーカーの真骨頂です。これ皆さん見ててください。これいけます。スモーカーの真骨頂です。これがタシギ、いけ、ここいけいけ、タシギ、あれ出てない、おいタシギナイス。いやタシギやっぱ強いやん。そしてここやばいんだが、さあここで合わせて黙々、よいしょ、いやあるな、これあるぞ。はいどうも、ひたまいです。はい、今回はね、まあパンクハザードガチャ第2弾が来ましたね。まあこちらの第1弾がまあ新キャラのタシギだったんですけど、スモヤンタシギだったんですけどね。まあ第2弾が5ステップの新キャラじゃなくね、今までのパンクハザードキャラ、まあシーザーだったり、まあスモーカーだったりね、まあそこら辺が出てきてると。まあ提供割合的にはピックアップはこのスモヤンと多分シーザーが特にピックアップされてると、まあ 1% ということで、まあ割りかし確率高めて、まあそれで3周できるんですね。まあそれで1回目が無料と。でまあこれはまあみんなスルーではいいと思うけど、まあ実際ね、工場の中でシーザーはめちゃめちゃ俺は強いと思ってるので、まあシーザー、まあスモヤンはまあ正直微妙いけど、シーザーは全然今の環境でもやっていけると思うんです。まあ今回はまあ僕ステップ1引いていこうかなと思います。まあ第3弾が僕のちょっと好きなキャラが来るかもしんないんで、まあちょっと待機しといて、まあそっちでガチャガチでガチガチ回しするんで、もう本当に多分俺の好きなキャラだったらね。まあということで今回やっていきたいと思います。まあとりあえず俺もシーザーはめちゃめちゃ欲しいから、とりあえず確定が来てほしい。まあ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 、いやシーザーねー、めちゃ欲しいよ。いや全然強いよねシーザーって。ディフェンダーの中でめちゃめちゃ優秀だし、まあビッグマムからも守れたりするんで、そこねすごい、そのシーザーちょっと使いたいなっていうところがあって、シーザーさん当たってほしいなっていうところが今ものすごくあって、まあスモヤンはね今100レベなんで、まあ100レベでねスモヤン使うと結構意外と戦えたりするんで、皆さんもおすすめしたいと思いますね。はい、ということで今回は当たらなかったということで、はい、まあ無料なんでね、まあそんなもんでしょう。ということで、まあシーザーじゃなくてスモヤン100レベを使って、まあ、今回リーグバトルで潜っていこうかなと思います。レッツラーゴー。はい、ということで1戦目やっていきたいと思います。皆さんよろしくお願いしますと。まあちょっとね、味方にディフェンダーがいないんで、僕裏エネルだったんで、まあエネルを出しましたと。まあでもね、スモヤンね普通に火力とかは化け物だから、火力だけは化け物で、まあ特性がね、特性があんま強くないのがちょっとスモヤンかなって思いますね。まあ耐久性能、よろけ無効ついてない、まあいろいろ、まあその他もろもろみたいな、まあそこがちょっとすごい、まあすごい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 、そこが残念かなって思います。あそこ2人いるから多分取れるから、とりあえずね、ここシャンクスがめっちゃ耐えてくれてたんで援護していく。シャンクスえぐいな、このシャンクスえぐい、ここをこんなに優勢にめっちゃツバ飛んだ、イエーめっちゃツバ飛んだ、えすごい5滴ぐらい飛んでる、びっくりした。いやまあ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 、そういうね茶番は置いといてと。さあここからね、まあビッグマムとかはまあうまく勝っていきたいかなと思います。ちょっとね残念なのが、ビッグマム用のメダルじゃないんですよね。そこがちょっと今、あ、じゃあビッグマムじゃねえわ、そのなんだっけ、こういう、そうエネル用のサポートじゃないんで、ちょっとねいつもよりか軽いっていうか、柔らかいっていうか、まあそこはねちょっとあれなんですけど、うん、誰も攻めてこないな。やっぱ俺にちょっとおじげづいてるかな、これみんな、この感じ。待って、これやられないでスモーカー出番ないパターンだわ。いや、まあ、それはそれで、ね、まあ、ありなんですけど、まあ、ありなんですけどね。攻めちゃおうか。攻めよう、攻めよう、いけ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 、え、手が出てきたぜ。今、変な手が出てきたが、まあ、そんなこと知らない。さあ、俺も。もちろん感電なんで、どんどん攻めていく、どんどん攻め、普通だったら攻めないけどね、普通だったら攻めないかもしんないけど、オーケーオーケーオーケー、まあこんぐらいかな。まあやられるなら前線でねやられて、まあこっから後衛でいきたいと思います。まあ守っていこう、ここから守る動きしていきます。はい、こっから守る動きっすね。そろそろみんな守る動きした方がいいのかなとは思うんですけど、まあまあまあ4つ取れてるんでね。はい、倒します、倒します、あれないっすね、ちょっと、あ、赤さもメラメラ切れてるんで余裕っす。で、この辺でフェイント入れてあげれば回避して、おぶな、はい、回避、はい、いただきまーす、ポーチ、いけ、タシギ、お前の有能さを見せつけろ、おい、タシギとコンビネーション、え、これがダブルチームスキルってことだよね。これがちょっとさ、やっぱり今コンビネーションって感じがすごくないですか、正直。あ、いた、え、今届く、さあ、いけ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 、オッケーオッケー、いや、ここはもう任せよ、ビッグマム、多分勝てる、多分勝てるかな。まあちょっとあとは守りますか、クローズだけ警戒しよう。いやシャンクスきついんだよな、シャンクスきついが、いやブーストだからいけるわ。いやクローズ読みのタシギ、クローズから守ってくれ俺を、よいしょ、危ない、
どこどこいた、一発のやつ。お、火力やばくないですか。一番だよ、ブーストとはいえ。まあ攻撃ブーストもあるんで、いろいろその他もろもろのおかげですけど。まあその他おかげですけど、危ない。オッケーオッケー。さあ、あっちはあとは守ればいいんで、はい、こっちからのパーンチ。これえぐない、火力。このパンチの火力えぐくないですか。そしてターチ、いけいけ、ありがとうございました。いや、強いな、スモーカー。はい、ということで2戦目やっていきたいと思います。てかさ、俺気づいたわ。あの、シャンクスが減ったことによって、もうこのスモーカーの需要がもうすごいっすよね、正直。あー、無駄回避しないなー。めんどくさいっすね。あー、こっちの方が早い。オーケー、これ気絶でスキルキャンセルできるんですよね。まあやっぱりその無敵スキルだけはできなかったんですけど、無敵スキルやっぱなかなか使わないと思うんで、オーケー、一発、二発、オーケー、ルフ太郎を勝っていく。さあ、ここら辺はオーケーっすね。まあやっぱね、あのこの黙々がスキルがやっぱり超強いんで、結構皆さんおすすめです。いや本当にそれ、タシギは感電しないし、もう最強キャラだから。え、タシギ感電しないんだよ、最強キャラじゃない。こっち、あ、いけ、タシギここだろ、守れ。お、あれ、ここ、いやーこれ終わった、くさい。あ、大丈夫だ、オッケーオッケー。いやーこれでもきついな。やっぱビッグマムきついっすね。やっぱ普通に強いんすよね、ビッグマムって。あ、やばいやばい、ナイスデリー、助かった助かった。さあ、ここら辺でタシギを突っ込ませたいところなんだが、はい、パーンチだよね。あんた状態異常無効なんだよ。おお、ナイスナイスナイス、ラッキーラッキーラッキー、いろいろとラッキーだが、とりあえずあっちがやばいんだが、タシギちゃんをそろそろ突っ込ませたいと思うんですけど、こっちからレイリーが来てますね。いけ、タシギここだろ。どこ行ってんの、あんた、あんたどこ行ってんのかな。 あっち守んないといけないですけど、これ無理ですね。一発、二発、おいしょ、オッケーオッケーオッケー。あっち無理なんで、ちょっとビッグマムとかはね、さすがに守りきれ。よし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 、あるよあるよ。タシギそろそろ回復してくれ、タシギそろそろお前の出番だ、マジで頼む。いや、これタシギ行け、ここ行け行け、タシギ、あれ出てない、おい、タシギナイス。いや、タシギやっぱ強いやん。そしてここやばいんだが、さあここで合わせて黙々、よいしょ、いやあるな、これあるぞ。あー、もうこれはしょうがないですね。え、待って、普通にスモーカー強ない。ちょっと待って、これエネルでいったらまずいな。これちょっとエネルでいったらまずいんで、ちょっともう一回スモーカーいきます。これもう逆転できないんで、エネルだったら多分。エネルほんと逆転力はちょっとあまりないんでね、ちょっとここはスモーカーでいきたいと思います。でも守った方が良かったのかな、ちょっとそこは分かんないですね。いやー、やばい、これちょっときついぞ、このビッグマム軍団は。普通にきついぞ。よし、いけ、タシギ、お前が肝なんだ、よしよし、お前が肝なんだ、この、あー、それどっちが味方か分かんないんで、今味方のエルバフかと思っちゃった。もうめんどくさーい、めんどくさい。え、ここ、オーケー、よいしょー。いや、やばいだろこのスキル普通に。あ、ルフ太郎受けられたか。いや、いけんな、これ、あ、これいけんな、タシギ、いけ、タシギ、オーケー、ナイス回避させた、よしよしよし、いやー、くそ、KO できん。しかし待って、普通に強くない、無敵スキルだっけ、警戒、オッケー、一発、二発、あー、ごめん、うわ、くそ、やったなこの試合、いやーごめん、いやー、みんなガチごめん、これガチでやった試合だわ、いやガチでごめん、ぐっそー。はーい、ということでやっていきたいと思います。3戦目やっていきたいと思います。いや、これ結構あるくないですか。え、俺だけですかね、結構あると思うんですよ。え、珍しいな、そこでエルバフ打つと。はい、これ間に合わない、これ感電効かないんすよね。あ、感電は効くけど、間に合わないんすよ、クローズと違って、その状態以上入るんで、その気絶状態っていう、ちょっとそこそこ最強な。オッケー、いけ、タシギ、タシギ、タシギ違う、行き過ぎ。まあこれがタシギの本性か。あんたどこ行ってん、あんたどこ行ってん、どこ行ってん。まあここでエネルでいっか、とりあえずエネルで守っていきましょう。いや、これちょっとまずいっすね。まあちょっとどころか、まあ結構やばくて、あそこ間に合うかな、誰だ、レイリーか。で、体力少なくて、ルフ太郎行っちゃってる。あ、誰誰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 誰。いや、いけんな、間に合う間に合う間に合う。もうここら辺は無視で、実は。実は無視で、あ、ルフ太郎なんであっち行ってんだ、あれ、危ない、よいしょー、あ、やべ、レイバック来るわ。一旦ダウンしよう、オッケーオッケーオッケー、ナイス。で、多分回避するんで、オッケー、ここ、よいしょー、オッケー、一発、二発、オッケー、ナイス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 、いいよ、やっぱエネル強いっすね、普通に強いっすね。オッケーオッケー、取っちゃう取っちゃう、やばいやばい、カメラ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 、危ない危ない、オッケー、立てたのでかい。はい、一発、二発、ルフ太郎を守っていくと思ったら全然あっち行っている。さあ、ここは回避して近づいて回避読みましょう。
と思ったんですけど、ちょっと今焦っちゃって攻撃が出ちゃいました。しかしこのエネルの硬さならだいぶ大丈夫でしょう。さあ、あっちは味方に任せてここのゲージ貯めますか。いいよ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 、楽しいわこのパーティー、このパーティーパーティー楽しい楽しい。さあこっち逃げても大丈夫と。オッケー倒せそうだな。オッケー、ちょっとそのあれが怖いんで任せろー。はい嘘です、危ない危ない、オッケーオッケー。さあ先フィールド貼っとくか。ちょっとめんどくさいんでね、ちょっとスネークマンは先フィールド貼っちゃいましょう。さあキングオブラ食らっても大丈夫なんで、ここのエリアだったら。うわーそっちか、見えんかった、マジでかいキャラこういうところ好きじゃない。しかしここだったら硬さがえぐいと。オッケー感電もしてくれると、それで勝手に KO。 いいね、いや強え普通に強え。よし回避して近づいて、はい、よいしょごまかしていく。回避読み失敗したのを全てごまかしていくが、あっちやばいな、こっちもゲージやばいんだよな。でもあっち一人いる、シーザーいるからこっち貯めとこう。オッケーオッケー、ここは遠慮なく貯めさせていただいて。いや残り30秒か、ちょっと渋いなこの体力で。残り30秒はクローズ読み、うわーちょっと早い。オッケー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 、いいよいいよ。いやーこんなか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 。オッケーオッケー、座れよ座れよ。あーちょっとまずいかも、ごめん。いやーこれちょっとまずいぞ、ちょっとどころか結構やばいぞこれ。いやこれスモーカーのスモーカーの真骨頂です、これ皆さん見ててください、これいけます、スモーカーの真骨頂ですこれが。どうですか皆さんいやめっちゃいいとこ見せられて。はい、ということで4戦目やっていきたいと思います、皆さんよろしくお願いします。今日神試合多くないですか皆さん、ちょっと今日神試合多いな、ちょっとやばい危ない。で回避しないなら、おーおーいこれ気絶しちゃうんで、あれスモーカー見てる方向違かったよね今で。回避オッケーで、タシギです、ここでタシギちゃんを発動していく。通り過ぎるんだよなタシギ毎回、そこちょっと渋いんですけど。オッケーナイスクローズ、助かった。さあここ取ってしまおうか。オッケーここ取ったのでかいと。そしてエネルね取らせなかったのでかいんですよ実は。いいとこと一緒いや笑い事じゃねー、普通にクソ。オッケータシギいけ、いやもうちょっとね切りつけられたらめちゃめちゃ強かったんだけどね。惜しい、本当に惜しいキャラ、本当にスモーカーは惜しいキャラなんですよ。特性といいスキルといい、いいもんは持ってるんだよお前、いいもんは持ってるんだけど。確かにオッケーオッケー、ダメージ当たるのでかいよ。オッケーオッケー、いいよいいよ。あー裏行くな、めんどくさいんですよね、地味に地味にめんどくさいんですよ。オッケーオッケー、で感電はなくなってる、2人とも巻き込んで、そしてお前もやられてしまえ、そして回避、オッケージャスト回避、そしてこっちはタシギ、タシギ最後にやって、タシギありがとう、タシギありがとう。オッケーキングコブラナイスカバー。いや今日神試合多くないっすか今日神試合だらけで笑ってしまうんだが、あここ俺に任せてちょっと俺が貯めます。オッケーオッケー、まあここはもちろん貯めて、まあそれはねディフェンダーゲッタースネークマンが攻めていいんでね、攻めた方がいいと思うんで。まあ確かに B 地点は早く行ってあげた方が分かったんですけど、まあ相手ビッグマンもいるんで2人とか普通に、ちょっとそこがね渋い。うおっぶねーおっぶねーあぶねー。オッケーナイス先出しマンパー。さあオッケーオッケー。さあさあこっから守っていきたいところではあるんですけど、まあオッケーオッケー、ナイスナイス、いいっすね皆さん、皆さんいいっすね。さあこれ先出しときます。オッケーオッケー、これ当たんなくてもいいんでね。オッケーオッケー、全然食らう全然食らう、うーえい。オッケーオッケーオッケー、まあこれで条件は5分かと思いきや、こっちのが条件はいい。あやっぱ裏取りいくなこれ。いやー2人していく、まあ2人していくんだったらそれはそれでラッキーだと思うんだけど。ああこれやばいな、いやばい。オッケーオッケー、とりあえずダウン入れる。さあやばいぞ、赤サボか渋いぞ。いやー裏はしょうがないっすねこれ、ドッフィーなんで。まあごめんごめんごめん、いやまあドフィーなんで多分耐えられはしないから結構割りかし早めに。いやでも一陣で2人はまずいっすね、そこはちょっとまずいところなんだが。さあどっちかはねもう移動した方がいい気がするんですよ、どっちかは早く行った方が良かったっていうのはあったんですけど、まあそこら辺はね正直しょうがないんで。いや赤サボにメラメラモードになられた、あっぶね。オッケーこれ KO できる、オッケー、いやーオッケーオッケーオッケー、取れるよ取れるよこれ、全然取れる全然取れる、おいナイスナイスすぎるそれは。いけ、いけ、タシギタシギタシギ強くない今日、今日俺のタシギめっちゃ強いんですけど、ってか味方ナイスすぎないです、ありがとうございます。はーい、ということで5戦目ラストやっていきたいと思います。まあもうタシギねもう全然弱くないわ、タシギのスキル最強スキルだわマジでクソアロタ、本当にタシギこんな強かったんだ、タシギちゃんってこんな強かったんだね、こんな強くてびっくりしてるよ
いやガチガチガチ全然強い。うおおおおおお、一刻やば。オッケー、タシギタシギタシギ、うわーい、今日のタシギレベルが違うね。今日のタシギ絶好調。オッケーオッケー。そしてここはビッグマムは突然勝っていく、突然じゃなくて当然勝っていくって言おうとしたら突然って言ってしまった。しかもタゲがずれている。あ、やばい、こっちの方がいい。オッケーオッケー、さすがに。オッケーオッケー、肉はいただきます。黒ひげありがとう。さあ、確かにね、スキル溜まるのも早いんですよ。で、シャンクスがちょっと怖いあたりではあるんだが、まあ、シャンクスさえいなければ、確かに、スモーカーも強かったですね、実は。はい。いやー、渋いな。レイニーもきついな、言うて。結構きついキャラいっぱいって。いけ、確かに。あー、そっち飛んできた。さあ、どうしようか。そうなってしまうと、話はまた別。一発、二発、オーケー、でかい。あのレイリーが何をしようと守ろうとしてんのかな。いた、あー、グリフォンか。あー、動き出した動き出した、ちょっと怖いね。ああいう不気味なレイリーとか一番怖いですよ。あー、赤サボね、オッケーオッケー。これね、もう先にメラメラモンになる前に決着つけちゃいます。オッケーオッケー、決着つけちゃいます。オッケー、これ強くないですか。もう相手赤サボ完全に油断してたよね、今。完全に油断して、まあ完全に、まああそこは完全に勝っていくと、完全に語彙力、あ、待って、あっちやばいわ、あっちやばい。オッケーオッケー、任せろと言いたいところなんだが、まあ少しね、エネルの足の遅さは、まあ少し際立っていると。まあここ取らなければ、まあ3人だったらまだ大丈夫だと思う。オッケー、さあこれ先張っちゃいますか。まあレリー2なんですけど、うわー、張れなかった。うわ、先張ろうとして張れないって一番最悪やん。オッケー、一発、多分無敵スキルでしょ。おお、キングコブラナイス。さあここどうしようか。オッケー、さあおいしょ。オッケー、いいね、ナイス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 。あ、まあこれレイリーのジャスカイくんだ、これワンチャン。あ、レイリーどこ行った。レイリーいなくなったか。あー、ここでブーストやばいと、ここでブーストやばいけど、こっちもブースト来たんで大丈夫と。さあオッケーですね。で、こっちちょっと、うわ、あっぶね、あっぶね、よかった、ゴロゴロしてくれた。ラッキーラッキーラッキー、めちゃめちゃラッキー。これがエネル、カウンター、オッケーオッケー、一発、オッケー、いいよ、オッケーオッケー、ナイスー。さあオッケー、おいしょ。うわ、ジャスト回避、うまい。いや、スネークマン狙ってんな。まあいいや、これ貼っちゃえば吹っ飛ばないんで大丈夫です。オッケー、これ吹っ飛ばない、強いな。冷静に待って、今日神試合多くないですか。普通に神試合多くないですか。オッケー、一発ナイス、ありがとうございます。いや、普通にスモーカー強いな、ありがとうございました。はい、ということでね、今日の動画終わるんですけど、まあスモーカー正直言っていいですか、めっちゃ強くね。いや、確かに耐久精度とか特性よろけ無効ついてないのはものすごく残念なんですけど、まあだけどシャンクスがいなくなったことによってこんなに活躍できる環境になったとは思わなかったですね。まあシャンクスだったら毎回グリフォンでワンパンされてたんで、まあ相当強くなったなって思いました。まあということで今回の動画終わりたいと思います。この動画が良かったと思ったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。バイバーイ。